はい、皆さんこんにちは、原田翔太でございます。今日は、特別対談をお届けしたいと思います。お呼びしているのは若山雄太さん、よろしくお願いします。イエイ。突然なんですけど、なんてことはなくてですね、ただ彼の今取り組んでることが非常に面白い、そしてみんなの勇気になるし、多分ね、この活動、こういうことやってるやつがいるんだっていうのを知ってもらうだけで、なんていうのかな、こう世の中の見え方変わるなって、あ、こんなことってできるんだって、本当にね、僕もね、びっくりしちゃったんですよ。何かというと、今ね、彼は、なんとこの夏に、東京のお台場で10万人規模のフェスをやると、いうことでね、今動いてるんですけども、どこぞの有名な別にイベントプロデューサーではないわけだよね、はい、で、イベントやってきたって人でもないわけですよ。まあ、1回のビジネスマンなのね。ほんと数年前までね、どっかのホテルでコックやってたわけですよね。はい、そうですね、はい、でやってて、人材育成会社で貧乏サラリーマンやって、はい、独立したのが2年前3年前、2014年の頭なんで、もう4年も4人もう4年前か、はい、経ちますね、はい、でも4年前までは手取り15万で働いてた男なんですよ、はい、そんなのが1人で、夏のね、いわゆる10万人規模のフェスですから、想像してみてくださいね。サマーソニック、まあ、これ撮ってるちょうどね、フジロック終わった頃ぐらいかな、はい、そうですね、うん、って感じで、まあ、あとウルトラとかさ、ああいうのあると思うけども、はい、いわゆるメガフェスをやってみたいってことで本当に今挑戦してるんですよね。で、なんかその素人がやるイベントだから、なんかこうね、学芸会の延長上なんじゃないのと思いきや、なかなかこれがね、すごくて、ちょっとどういうイベントなのか軽く説明してもらっていいですか。はい、まあ、今回ですね、8月の17日から26日までの10日間を使って、日本で初めての総合エンターテインメントフェスっていうのをですね、うん、まあ、企画しました。イベントの名前はファイトっていうイベントになるんですけども、その総合エンターテインメントフェスっていうのはなかなかこう聞き慣れない言葉なんだけど、はい、どういう感じなの。まず10日間で、まあ、そもそもこのコンセプトっていうのが、はい、まあ、僕もね、その原田さんからずっとビジネスを教わっていて、こう重要なことっていうのはこうやっぱ長く続けていけるようなコンセプト作りっていうのはすごく重要だっていうのを学ばせていただいて、まあ、そうなった時に、じゃあ10年続くフェスっていうのをちょっと最初に掲げた時に、うん、じゃあ10年続くフェスとして何が必要かっていうと、儲かって OK っていうよりかは、国側とかが認めてくれるような、その国であったりとかお客さんであったり、いろんな人たちが、まあ、いいじゃんこのフェスって思ってもらえるような、愛されるものじゃないと厳しいなっていうことで、日本の魅力を国内外に発信できるフェスっていうのがまずコンセプトで作ったんですね。何を大義名分として掲げるべきかっていう、この公に訴えかける器をどう考えるかってところが最初のスタートだったわけだ。はい、でそこで出たのがファイトっていうコンセプト。そうですね、うん、でそれで、じゃあ日本の魅力を国内外に、まあ、ちゃんとアピールする、発信できる、まあ、場所、箱を作るっていうところで、うん、でそれでじゃあその日本の魅力ってなった時に、今クールジャパンっていう、うん、まあ、日本のいろんなエンターテインメントとかコンテンツが面白いとか評価されてるっていうことと、あとは日本に関して言えば食の部分、うん、もちろんその震災とかもあったっていうので、うん、その日本の食どうなのっていうのもあったんですけど、だからこそ、まあ、日本の食の部分はしっかりと国内外にアピールしたいっていうのは国も持っているのがあるので、その食のエンターテインメント、まあ、食フェスっていう要素と、うん、あと日本にその介在するありとあらゆるエンターテインメント、例えば格闘技、うん、例えば音楽フェス、うん、例えばアイドル、うん、アニメ、ファッションショー、ヒーローショー、まあ、こういったものが一度に楽しめるイベントですよっていうので作ったのが今回のイベントです、ね、あ、そっか、はい、じゃあその、まあ、戦隊ものとか音楽とかファッションとか食、はい、こういうの一個一個バラバラでそれぞれあるもんね、はい、けどそれが一堂に会している場所っていうとなかなかそうですね、なかったわけだ、はい、なるほどね、それをもうまとめちゃおうっていうのを日本で初めての取り組みとしてやったのが今回のイベントですね。そっか、はい、じゃあその、まあ、フェス多分やるって考えるときに全体見渡して、まあ、いろんなフェス見るよね、はい、サマソニー見ると思うし、はい、フジロック見ると思うし、はい、でも結局、まあ、マーケティング的にはポジショニングを考えなきゃいけないわけじゃん、だいぶ後発で、はい、今から何をやればいいのっていうか、はいはい、何をやる余地があるのっていうところだよね。そうですね。って考えた時に、そのいろんな日本に介在する文化ごと、はい、でそれがイベントになっているようなものをバインディングできるようなテーマがないかって考えたわけだ、はい、でファイト。そうですね、うん、はい、ちなみに何だろう、そのファイトっていう言葉にはこうどういう思いというか意味を込めているんですか。はい、ファイトっていうのはですね、僕たちにとって感覚的にはその挑戦者を応援するっていう意味のファイトっていうのがすごく強くて、うん、まあ、その今原さんにも後発でっていう話をいただいたと思うんですけど、結局僕たちは後発で、すでにもう物が完全に出来上がっちゃってて、後発もいいとこだよね、はい、で弱小でみたいな国内最先端じゃん。そうですね、国内で最新のフェスだよね、多分ね、はい、今現時点で日本の歴史で、はい、そうですね、はい、でなった時に、じゃあそこに対して今よくある音楽フェスの劣化コピーはできると思うんですよ、うん、じゃあそれ何の意味があるのって言ったら、やっぱ意味と意義も感じられないってなった時に、じゃあ一個は僕たち自身がやっぱ挑戦者であるっていうことが一個と、うん、もう一個はその例えばロックインジャパンもサマーソニックもそうですけど、そのフェス自体が何かをメッセージとして伝えたいフェスでは正直ないじゃないですか、うん、なのでメッセージ性っていう、そのどんな人たちに集まってもらって、どういう
人たちと一緒にこう作り上げていきたいかっていうのを考えたときに、うん、今何かに挑戦してる人であったりとか、うん、そういう挑戦者たちを応援したいっていうプラスのエネルギーにあふれてる人たちが集まってきたら、これはその空間としていい空間になるんじゃないかっていうところから考えて、まあ、挑戦者の挑戦者による挑戦者のためのイベントっていうことでファイトっていう名前にしたっていう感じですね。で、主催者自身もその一挑戦者ですっていうスタンスが前提にあるわけですね。そうですね、はい、自分らもやったことないし、はい、和歌山運営チームもまあ未経験の人が多くて、はい、そうですね、で未経験っていうかその未開のことに挑戦するっていう、はいはい、いろいろ意味をこう多重にかけてるっていうことだね。そうですね、はい、なるほど。じゃあまあ一個こう前提としては日本の文化をまあ外に発信する、はい、でそれをこう総合的に一覧できるような形でこうギュッと詰めたようなイベントをやる、はいはい、この大義名分とそれを表彰するコンセプトとしてファイトっていう、はい、まあ、テーマ、ね、フレーズみたいなものに、はい、凝縮したわけだ、はい、なるほどね、はい、なんかそのそれだけ聞くとね、その有名プランナーさんみたいなプレゼンのように聞こえるわけですよ、うんうん、なんだけどもほらね、まあ僕が知る限り、まあ、そもそももともと教え子だったんですよね。そうです、実は、はい、でプロデューサー養成講座って、ね、今ちょうど、はい、 ね、あなたの後輩 が今現役でこの間始まったばかなんだけど、もともとそこに通っててくれたんですが、うん、その時って全然そんな感じじゃなかったじゃない、うん、でなんか本当1年前まで別にこんなこと多分、うん、形になってなかったでしょ、はい、いつ頃これ思いついたんですか。まず1個は僕自身やっぱその、まあ、原さんの講座とかも受けさせていただいて、うん、でそこからがきっかけで長倉さんと一緒に今、ね、コミュニティとかやらせていただいてて、でありがたいことにそのコミュニティはすごい今人も増えてきて、うん、こう若者のコミュニティすごいよね若者ね、はい、あ本出すんだよね。そうなんですよ、そうなんですよ、本出すんだよ。そうなんですよ、ちょうどこれ収録する日が今日なんだけど、はい、今朝あの Facebook 見てたら本出しますとかって、はい、しれっと書いてて、そうそうそう、お前言えよみたいな。そうなんですよ。でタイトルが20代を動かす。そうです、20代の動かし方、20代の動かし方、はい。うん、で帯も見たらね、やっぱ今一番20代動かしてるよねっていうところでね、はいはい、で本当そのね、その長倉さんとね、今ファイトクラブっていうコミュニティを運営してるんだけども、はい、そこがすごいいいんですよ。今ここね、そこの事務所なんだけど、はい、いる子みんな10代20代だもんね。そうですね、はい、でそれが何100人200人、いやもう今もうすぐ500人ぐらい、500人のコミュニティになっちゃってるっていうことで、はいはい、それってとんでもないことだなと思うんですよ、はい、なのでこのファイトをやろうと思ったきっかけは500人ぐらいいる若者がいる中で、もちろんいろんなこう活動を、ね、ファイトクラブというコミュニティとしてやってはいるんですけど、みんなで作り上げる何かっていうのがどこかでできないかなとやっぱ思ってはいたんですよね、うん、要は500人の人数でせーのでドンって作るものって逆に人数が今度多くなってくるとあまりないというか、うん、10人20人で十分に物事って作れちゃうじゃないですか。だってさ、原ショーライブをさ、はい、やるのに、はい、1000人ライブやるのに500人のクルー動いてたらバカみたいな、ね、何やってんのみたいな、はい、スタッフ多すぎみたいな、はい、なのでそのせっかくコミュニティとして作ってやる気のある気持ち、なんかエネルギーのある若者がいるんだったら、そこのエネルギーの吐け口というか、吐け口とその彼らのやってきたことを一個その世の中に見せる発表する場を作りたいなって思った時に、今普段僕たちがやってる例えばインターネットを使ったマーケティングって良くも悪くも人がいらないじゃないですか。でコストをかけずに、まあその少ない馬力でハイレバレッジかけてっていう流れなので、まあ一体多でできちゃうからね。そうですね、一人のマーケターがね、1000人相手にするとかできるわけだもんね、はい、なのでそうじゃないものを一個みんなの力を集結してやる何かを作りたいなと思ったんですね。一個血と汗と情熱がかかるようなもの、ね、はい、だからその500人集まった若者たちのエネルギーの集積場として、はい、なんていうのかこう吐け口だよね、はい、まさに受け皿がないなと、はい、まあコミュニティとしてはみんないっぱい集まって運営者としてはまあね、すごくありがたいことだけど、はい、じゃあそこに集まった彼らに次の挑戦として何を提供できるだろう。そうですね、で、はい、自分たち自身も次に何が挑戦できるだろうだよね。そんだけ集まっちゃえば、ね、それだけでよろしくやっていけるけど、はい、なんかそれじゃ腐ってらんないよねみたいなところは自分の中にもあったわけです。そうですね、だ本当にそのありがたいことにコミュニティとして運営していく中で、うん、少しずつ自分のできることとか人脈も広がっていって、なんか結構こう意外と余裕でいろんなことが回るようになってしまった時に、それこそ独立した最初の時って原さんの講座を受けさせていただいた時って毎回講座のたびにこう不安ですみたいなこと言ってたじゃないですか。泣きそうな顔してそうそう、もうこの先不安でどうなるか分かんなくて心配ですみたいなのを言ってた時とは良くも悪くも精神状況がもう完全変わってしまったので、なんか全部想像の範疇に入っちゃったでしょ、はい、例えばこういうことやりたいっていうのがあったら、はい、あこういうプロセスでできるな、はい、分かったでやってみたらできる、はい、それを何回も再確認してるうちに、はい、大体のことがあできるなっていう実感を伴って理解しちゃったんでしょ、はい、そうですね、なってくると、はい、挑戦を探さざるを得ないよね。そうなんですよ、ね、ファイトすべきものは何だろうって、はい、なんかこれを続けていくこともできるし多分安定もできるんだけど、うん、それってこうなんか自分の人生を燃やしてる感はないなって思っていて、うん、
だったら自分の人生が燃えるものじゃなくて、みんなにとってこう燃えるようなきっかけのものを一個作りたいのと、あとは別にその正義感でも何でもないんですけど、今そのね、インターネットマーケティングの世界とかを見た時に、これも結構予測の範疇を超えないような業界になってきたというか、ある種その最近仮想通貨ブームみたいなのはある種予測の範疇を超えたかもしれませんが、別にそれはそのここの業界が作ったものではないので、このネットマーケティングの世界の一個の限界を超えた挑戦で、あ、こんなことまである種ネットマーケティングを入り口にした人間がやれるんだっていう、まあ言ってしまえばその今までの価値観をぶっ壊す取り組みはしていきたいなと思っていて、なんかあれだよね、ネットマーケティングとかこう昔はジャパニーズドリーム的だったじゃん、一、はい、人で1億円みたいな、はい、嘘でしょみたいな、はい、あったけど、やっぱ最近のって本当今おっしゃった通りで、はい、方程式化が進んだよね、はい、掛け算の方程式あるとして、うん、ここに代入される数字が大体決まってんじゃん、うんね、1回で5万リスト取って、はい、かけることの成約率何パーで売り上げいくらみたいな、はい、この数式が全部決まってて、しかも入りやすい数字がもう見えてるから、うん、まあまあもうなんつうの、まあ、こんなもんだよねって感じになっちゃうよね、うん、それにある種飽き飽きしてた、はい、そうですね、なんか見てて多分面白くないですよね、うん、なんか昔はとかっていうと正直これ自体がもうまずそもそもまあ老害っぽいような表現にはなっちゃうかもしれないですけど、やっぱその 5,6 年前ぐらいに僕自身がまだサラリーマンをやっていて独立前で、原田さんとかがこうカムバックしてきた創造的破壊とかを見た時のその発信してる内容であったりとかやってることとか、長倉さんもそうですけど、見ててすげえなこの人たちって思ったりとか、あ、自分もこういう人たちからロックモンスターロックモンスターロックモンスター, スターでもピグモンだからこれウルトラマンスブライアプロだったっていう、これもらったのこの間、はい、まあいいや、なのでまあそういうのを見た時に、いつかその原田さんとか長倉さんから学ばせてもらえるような自分になりたいなぐらいのやっぱのがあった時に、今はとてもじゃないですけどそういう風に見れないなって思ったんですよね。儲かるかもしれないですけど、うん、なのでなった時に、今の自分が自分の一人の力では絶対何もできないんですけど、周りに今関わってもらっている人たちの力を貸してもらえたのであれば、一個業界のまあ今まで培ってきた全ての常識をぶっ壊せる活動ができるんじゃないかっていうのを去年のまあ年末ぐらいに思って、じゃあそれで自分のできることとしてネットは弱いんですよね僕、うん、そもそもでマーケティングも弱いので、うん、だったら僕が使えるのはリアルの力と人を動かしていくっていう力だと思ったので、じゃあもうこれをまあ例えば大げさかもしれないですけど、社会の誰もが知ってる一個のでかい事業イベントっていうところまでしてったら何かが起こるんじゃないかっていうのが去年の年末ぐらいに思ったっていうのがきっかけです、ね、なんかねやっぱこれ見てる人にすごい感じてほしいこと、はい、まあこのイベント自体にもちろん興味持ってほしいっていうのが僕の本心なんですけど、はいはい、まあ、そこ以上になんかそのなんていうかな、それってある種和歌山さんが自分の自身の最高のピークパフォーマンスってなんだろうって問いを始めたことじゃない、はいはい、これ以上最高を描けないってものがあるとするなら何が今望むべく最高峰の山なんだろうみたいな、頂きなんだろうみたいな、なんかそこを想像するのって自らなんだよね、うん、ですごく思うのはやっぱそのね、じゃあ、一人でネットで自由で1億円稼いで好きなことしようってメッセージを発信してる人がいるとして、うん、じゃあ本当に好きなことをやってる人が何人いるかって話なんですよ、うん、結構お金持ち、ネットお金持ちって今日本人増えたと思うのね、はい、うん、あのそういうことを知って実践して稼いだ人いると思うんだけど、うん、みんな好きなことやってるようには見えないし、はい、なんか本来あなたたち何やりたかったんだろうって、うん、みんな悪いけど大半の人に対して僕そう思うのよ、うん、なんかね、その変わり映えしない日常を永遠にお金増やし続けて生きるだけみたいな、うん、だからそこに立った時にそのエッジの効いた挑戦ってなかなかないなって思うのね、うん、だって今回のイベントだってさ、はい、まあ、ちょっとあれかもしれないけど数億円予算があるじゃん、多分トータル、まあ、今も日に日に増えてるんですけど、多分トータル着地4億円ぐらいですね、総計でしょ、はい、イベント運営するのに、はい、予算って持ってるお金じゃないもんね、はい、かかるお金が4億円なんでしょ、はい、そうです、お支払い4億円です、はい、そうです、あ、イベント代4億円になります、そうです、ね、いただきますガボみたいな、はい、そうです、で払わなきゃいけない、はい、だそのコスト負担をして、はい、でおそらく多分そんなイベントやんだから半年以上前だよ、多分10ヶ月ぐらい前からだと準備しないと始まらないでしょ、はい、これって、はい、でその膨大な時間をかけて、はい、この文字通り本当に全身全霊、はい、全てを捧げて、はい、今そこに臨んでいるってことじゃない、はい、だからね、そういう選択ができる人っていうのが僕はそもそも少ないと思う、うん、この業界広しといえど、はい、いえどよ、はい、まあ変な話だ、俺もほらメジャーデビューさせてもらって、うん、そこで結構お金使って CD 作ったし、はいはい、ライブもね結構お金使ってやったつもりなんだけど、はい、それでもその何倍だもんね、はい、10倍以上だよね、
そうですね、はい、うん、何千万なんだけど、そうですね、はい、あのまあ、4億近くってことで、はい、とんでもないなって、はい、でもそれやるとき自分でも怖かったもん、うん、なんで俺こんなことやってんだろうみたいな、勝手に なんで俺これやってんだろうみたいな、誰も期待してないのに、はい、勝手にこっちがワクワクしながらやってるみたいな、でそれをね、なんていうかこう冷ややかに見る人もいたけど、はい、なんかこうネット周り、まあ、ネットの人じゃないけどさ、はい、あんまり、うん、こういう界隈の人でさ、そういうチャレンジやってるやつって少ないよね。そうですね、うん、まあね、小西くんとかはね、はい、ペイフォワードっていうバンドやってたりとかするし、はい、でもそのぐらいだと思うんだよ、なんか、はい、みんな世界旅してさ、ホテル泊まってスイートルームの写真アップしてるだけだから、うん、なんてつまらない、なんて矮小化した世界なんだろうと思うのよ、うん、だからその自らの人生にダイナミズムを持ち込むっていうかね、まさにファイトって言葉が、ね、集約されるように、 そうですね、はい、その生き様をうまく自分自身も表現しているっていう点では、うん、なんかね、着目すべき活動だなって非常に思うんですよ、うん、なんかいろんな人いるじゃん、はい、まあ、ネット系の人だけじゃなくて、例えば SNS 企業の女子の人たち、うん、もう結局ワンピース着て足揃えてさ、うん、こうやってお茶会ですって写真撮ってるだけじゃん、それを憧れの像としてみんなに売ってるんだけど、はい、それがみんなの行きたい本当の到達点なのかっていうと、うん、なんてお寒い三文芝居見てるんだろうって感覚になるのね、うん、俺なんか最初にワンピース着て足揃えてお茶会ってやった人はいいと思うんですよね、最初にやった人は、うん、その文化を作った人なので、うん、でも今ってその文化がいいんだって言ってそこに乗っかってる、まあ言い方悪いですけど、ただのその劣化コピーの集まりじゃないですか、うん、テンプレートゾンビなんだよ、はい、なんてかっこ悪い、はい、だからそれを見た時に、それは別にその、まあ、そういう期間ももしかしたらあってもいいのかもしれないし、うん、僕もそういう部分はやっぱあったし、もっと言えば、ね、こういう話をしてるとすげえリスク取る人だなと思うかもしれないですけど、リスクがずっと取れなくて、うん、ずっとこう安定的な道ばっかりを選んできて、なんかこう自分に自信を持てないっていうのがずっとこう生きてからこうあったので、まあ変な話さ、はい、音楽リスナーじゃない、どっちかというと、はいはい、ビッグファンとして、はい、彼らみたいなステージに上がる側みたいな感じには生きれないなっていうのを抱えてるから、はいはい、彼らに自分の中のヒロイズムを見出して憧れてたわけでしょ、うん、そうですね、まあ、平均点症候群じゃないけど、はい、こう標準偏差なかなか自分の生き方って出れないなみたいな、はい、そこになんか望むべきすごい課題ができたなっていう、そうですね、これやってやるしかないみたいな、はい、今そういう心境なわけだ、そうですね、まあ、でもなんかね、その今の話すごく共感できて、はい、なんていうの、その最初にそのポーズを考えた人は偉いと思うの、はい、そうです、ね、それロックも同じだなと思ってて、はい、なんかそのロックもある種のそういうシンドロームってあるかなと思うのよ、うん、オリジナルをフォローしちゃう、うん、なんていうの、わらびシンドロームみたいなものがあって、うん、なんかこう一個の様式美ができる、それ作った人はスタイルの確立者としてかっこいいけど、うん、例えば分かりやすくカートコバンドしましょう、うん、なんかグランジっていうムーブメントができて、うん、かっけえグランジってなってグランジやってるやつはもうグランジじゃないんだよ ね、うん、そうですね、その精神に近いかなと、うん、確かにね、なんかね、その自なんつうの、豊かな自由人みたいなフォーマットを作った人は偉いと思う、うん、例えば本田健さんとかさ、うん、高橋歩さんとか、うん、ああいう生き方を確立してこんな選択肢もあんだよやった人はかっこいい、うん、なんなのパイオニアだから、うん、なんかあとは全部ワナビーだよね、そうですね、でなんかそういうところにおいてあなたの挑戦って面白いと思うのよ、うん、ネット界隈の人たちたくさん知り合いいるけど、別にネットマーケティングで稼いでるわけじゃないじゃん、はい、そうですね、むしろアナログの人だと思うのね、そうですね、はい、そういうところでビジネス作って、うん、でそれ使って何やんのっつったら今度は、ね、10万人フェスやってみたいんですって、うんうん、なんかね、なんかなんつうのかな、こう なんでこれやってるかっていうと注目してもらいたいわけですよ、これに、うん、だってそんなことやってる人日本でいないから、うん、いないでしょ、だってね、そうですね、まあ、他の分かんない、他のイベントの主催者たちがどうやって EDM のフェスとかさ、はい、ロックフェスもそうなんだけど、どうやってこういうの始めたか知らんけど、はい、なんかこういうことじゃないと思うんだよ、そうですね、もっと大人な座組があってさ、はいはい、あのまあ、フジロックなんかもはっきり言って商業フェスじゃない、もはや、はいはい、なんかその大人のフォーマット、なんつうの、大人のなんつうの、思惑の中にあるじゃない、はい、今なんかあんま大人の思惑じゃないじゃん、そうですね子供のいたずらみたいなさ、そうですね、本当になんか夢なんだよねとか言ってるの、本当にそれ実現させちゃったらこいつやべえなみたいな多分感じだと思うのと、まあ間違いなく日本初の取り組みだと思うんですよ、はい、日本人でこれやった人っていないと思うんですよね、うん、なのでそこに対してある種そういう挑戦させてもらえる権利と、そこの今場に立たせてもらってるっていうのはこうありがたいなと思いつつ、ちなみに、そのいろんなイベント複合させてるっていうんだけども、はいはい、ちょっと軽く教えてほしいんだけど、はい、まあ、音楽の部分ライブとかもあると思うんですけど、はい、例えばどういうアーティストをこう今呼んでいるんですか、なんか分かりやすいところだけでいいと思うんですけど、はい、例えば、まあ、有名どころで言うと、まあ、その8月26日最終日の鳥を飾ってくれるのがこれ10フィートっていうバンドなんですけども、もちろん音楽とか邦楽ロックを好きな人じゃないともしかしたら分からない人たちかなって思うんですけど、
今日本だとこう日本でやってる大きいフェス、ロックフェスっていうので言うとフジロックとか、うん、サマソニー、あとロックインジャパンっていうのが今週ありますけど、うん、まあそれが大きくて、でそこの大きいステージになると1回で6万人とか7万人が収容されるんですけど、そこのフェスのまあ大鳥を飾るような人ですよね、うん、サザンとかビーズとかと一緒に肩を並べてこう大鳥を飾るような人たち、音楽好きだったらね、はい、もう普通に知ってなきゃいけないような人たちだと思うんですけど、うん、じゃあティンフィートとあとアシッドマンですね、アシッドマンもこの前、9回目の日本武道館をやったっていう人ですけども、うん、そこがいたりとか、あとアイドル系とかも結構今回来るんですけど、うん、アイドルとかで言うと、まあね、そうですね、うん、はい、だとそのスーパーガール、スパガーって言われる、うん、まあエイベックスのアイドルたちと、うん、あとはそのももクロの妹分って言われてるんですけど、実は今ある種ももクロ以上にこう上がってるっていう意味で言うと、うん、エネルギーがあるところで言うとチームシャチホコ、はい、チームシャチホコポストももクロ的なポジションでやろうっていうグループなんだ、ね、はい、あとは以前その今もやってますけど、一回こうすごくこう人気になった番組でフリースタイルダンジョンっていう MC バトルの番組があるんですけど、うん、その MC バトルの、ところにこう出場するいわゆるモンスターって、まあ、すごい日本を代表する、まあ凄腕ラッパーたちですよね。あ、モンスターいるんですけど、そこが日本を代表するモンスターたちが、まあそこが結構もうほぼ丸ごと、来てくれて、実際に同じその MC バトルをやってくれるっていう。だから日本のヒップホップにおける最高峰、アイドルにおける最高峰、ロックバンドにおける最高峰。そう、なるほど。じゃあ音楽っていうことでもロックだけじゃなくて、はい、なんかいろんなその各界隈があって、はい、その中でエッジの効いた存在っていうのを、ね、はい、まあ、あの運営チョイスで、はい、いろいろ紹介するというか、はい、まあ、でもなんかそれ面白いよね、はい、興味のないジャンルにさ、その場にいるだけでさ触れるわけじゃん、はい、何組か、はい、っていうのってすごいなかなか機会かなと思って、うん、だフェスの良さってそこない、はい、知らなかったけどこれかっこいいなみたいな。そうです、そうですね、だから行った時に興味なかったのに気づいたら聞き込んじゃってたとか、なんかちょっと好きになっちゃったとか、体が動いてこうライブスペースまで行っちゃってたみたいなのって、これなんかフェスじゃないとないじゃないですか。人かき分けてさ、はい、最前列に行く時のなんかあの高揚感ってあるよね独特のものがね、はい、なんか出会うはずのなかったものに出会える場所っていうのが僕はフェスだと思っていて。なるほどね、未知との遭遇みたいな。そうですね、好きなものを本当に好きなものとしてこうオフラインで目の前でこう体感できるのもフェスの良さだし、知らなかったはずのものに知り合える、これはちょっと人とかもそうですよね、うん、そこで突然出会った人と盛り上がってたなんか仲良くなっちゃったみたいなのもあるし、ね、飯食ってた、あ先一杯飲もうぜとかさ、はい、ね、一発やろうぜみたいな、いやいやいや一発ファイトみたいな、ね、いやいやいや、でもそれすみませんでした、すみませんでした、放送禁止です、はい、はい、まあでもフジロック一回それで話題になりましたから、ね、でもそれはあるじゃん普通に人が出会っちゃうんだったらね、はいはい、だからそれって何かって言ったらやっぱエネルギーぶつかってる場であって、はい、生み出される場でもあるわけだよね、はい、しかもこれってこうお客さん同士もそうだし、そこの運営に関わってる企業さんとかアーティスト同士もフェスで初めまして会ってみてすごい音楽かっこいいですねっていうところから生まれて、なんかコラボレーションがあってっていうのもアーティストにとっても機械喪失であるわけだ、はい、ね、今知らなかったけど君たちみたいな人いるんだって知って、はい、って興味持って声かけたみたいな。そうですね、そういうのがあった時に結局その今ってどん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 その出会いとか何かに出会っていくっていうのがかなりこうネットが発達したので、まあ、予想外が起こりづらい時代になってきたじゃないですか、まあ、予定調和が起きやすくなる。そうですね、なのでテンプレート的で気づいたらルーティーン的な生き方をしている中で、うん、何か予想外に出会える可能性があるものって実はフェスってかなり大きいんじゃないかなと思っていて、なのででも今までのフェスもどんどんこれもまたテンプレート化していて、例えばロックインジャパンだったら、まあ、ロックインジャパンと言いながらももともとは邦楽ロックだけが聴けるフェスだったのが今アイドルフェス化してきてるとか、うん、そうなんだ、はい、まあ、ロッキンもなんか界隈があるもんね。そうですね、邦楽ロック界隈みたいな、もやし系みたいなさ、はい、わかんないけど、フジロックもフジロックでどうにか今年の目玉を連れてくるけども、なんとなくフジロックのこう人たちが固定化されてきてっていうのがあった中で、だったら日本に介在するありとあらゆるエンターテインメントですげえ何かに挑戦してる人たちが集まるイベントっていう形にすれば、これ言ってしまえばそのテンプレート化しづらいというか、うん、来年も別にそのアイドルじゃないところの業界でまた頑張ってる人たちを呼ぶっていうのもできるので、ね、そっか、ある種何が出るかなっていう分からない部分、はい、未確認飛行物体みたいな UFO みたいな部分残しておくことによって、はい、なんかそのフェスとしての何て言うのかな、なんつうのバッファーというか可能性というか、うん、だから本会ってそこじゃんフェスの、はい、何が起きるかわからない、はい、何が出るかわからない、はい、でフジロックもさ、ロッキンジャパンも始まった時ってそこの部分にワクワクしてたと思う、うん、誰来んだろうみたいな、うん、けどなんかもうお決まりだよね。そうですね、あんな今年レディオヘッドかみたいな、そうです、ね、例えばそういう感じで、はい、じゃあ行くかみたいな、はい、あ矢沢来たか行くかみたいなとか、なんかこうなんか筋書きが読めちゃう感ってあるよね、うん、はい、けどそのファイト、まあ、よくも悪くも1回目だから本当に何が起きるか分かんないし、はい、多分運営がもうどうなのか分かんないのもあるし、はい、今暑いよね、はい、で野外だから暑いから大丈夫なのとかっていろいろあると思うし、はい、やってる側も来る側も、はい、あ全部が未体験のゾーンである、うん、でも
なんかさ、すごく思うのは今どのジャンルもそれだと思うのよ、はい、結局行き着く先すべて既視感で塗り固められてる、うんうんうん、世界旅したい系の人もさ、もうすべてが、ね、旅本いろんなところにあるし、旅ブログいっぱいあるし、うんうんうん、変な話 Facebook 見てるらそんなのいつでも毎日のように流れてくるし、うんうん、だし例えば登山家でもそうで、もう未踏法の山なんてそんなにないじゃん、うんうん、まあ、栗木さんとか俺は死んじゃったけどさ、うんうんうん、なんかこう誰もやったことない領域に挑戦するっていうフィールドがあんまりもう、こう埋まっちゃってて少なくなってる、はい、中でなんか数少ない最先端にして、なんだこれはっていうね、うん、なんか総合エンターテインメントっていうとありきたりちゃありきたりじゃん、はい、なんかいろいろ入れてみましたみたいな、そうですね、ってなっちゃうとなんかただの箱物行政に近くて、はい、いわゆるさ、なんか総合って言いたいだけみたいなイベントって結構あると思うんだけど、じゃなくてってことなんだよね、はいはい、今そこで挑戦してる、はい、ファイトしてる人たち、はい、まあ、音楽だったらそういう人たちを人選して集めてるし、はい、食とかはどうなんですか。食に関しても今回そのテーマとして、まあ、僕たちその以前やってイベントとして関わった、僕が関わったイベントで、うん、ニンニクフェスっていうのやったんですよね。新宿でやってたよね、はいはい、国際ニンニクフェスっていうの俺も行ったんですよ、はい、やった時にあれはあれで一個の挑戦だったと思うんですけど、でもやっぱやってみた時にどうしてもそのテーマを今度も逆に絞りすぎちゃった時にこう被るんですよね、うん、はい、ニンニクフェスだけでも実はその国内に何個もあったりとか、じゃあブラジルフェスだとかタイフェスだ、パクチーフェスだとかっていう何かに絞りすぎちゃうとやっぱりこうちょっと狭くなったりとかライバルが多くなってしまうっていうのと、まあ、先ほどもお話したようにその日本の魅力を国内外に発信するっていうコンセプトからずれちゃうと、まあ、いけないなと、まあ、なんでこれを言ってるかっていうと先の展望として海外っていうところまでその進出も狙ってはやっているので、なった時にじゃあ日本の魅力が伝えられる食の部分の、まあ、イベントがいいだろうということで、今回はそのジャパ飯っていう要は和のテイストを取り入れた料理だけしか出ることができませんっていうので、まあ、そこからその腕に覚えのある飲食店さんが、まあ、全国から集まってくるっていうので約20店舗弱、うん、品数でいうと50種類以上が出てくるんですけ ど、これは1個これどこが和なのっていう要素もあるんですよ、うん、見た目的には和の要素を感じれないんだけども食べてみて和を感じれるとか食材に和が入ってるとかっていう形で必ず、まあ、僕たち日本人にとっての、まあ、ピースであるマスターピースであるその 和、うん、和のテイストっていうのは必ず入れてもらうっていうテーマで集めた飲食店の一番を競うっていうのがあります。なるほどね。だから必ずしも和食って縛りじゃなくて、はい、まあ、そこをあえてジャパ飯ってカジュアル化してるところはそこだよ ね、はい、だから結局世界の中のさ和食っていうかジャパ飯ってそこじゃん、はいはい、必ずそのローカライズされる、はい、寿司もなんかこれ寿司なの、はい、みたいなのとかさ、うんうんうん、でもそれが結局日本の料理だよってことで、はい、日本食のステータスって今上がったでしょ、はい、国際的に、はい、日本の飯って基本的にさ向こうじゃ高級料理の類だから、うん、でみんなキャーってなるよね、喜ぶ、うん、なんかそのなんていうの、我々にとっての正しい日本飯じゃなくていいわけだよね、はい、だから結局ラーメンってもう和食じゃないじゃないですか、ね、でも誰もが知ってる日本食なので、うん、和食ではなくて日本食を再定義するっていうイメージで作ったって感じですね。なんかでもそれあると思うんだよ、その、はい、由緒正しき和食っていうカテゴリーってただ ある種のノスタルジーでしかないと俺は思ってるの、うん、でも現代の現在進行形のジャパ飯って何つったら、うん、極端な話吉野家みたいなもんだったりもするわけじゃない。だからなんか現代の日本の食って何って考えた時にこうなんかこうなんていうのかな、それってフレンチでも言えると思うのよ、はい、正しいフレンチって古臭いなって、パンもバター使ってるんでしょみたいな、中華もそうで、はい、なんかねやっぱ由緒正しい中華って俺あんま好きじゃなくてさ、うん、なんかね、なんかあるホテルの超高級中華に行ったんだけど、はい、別に普通じゃんと思う。そうなんですよ ね、 ね、歴史は積み重なってるんだろうなって分かるんですけど、ね、ちょっとクラシックすぎてこうなかなかこうついてこれない部分があるというか、ね、だからなんかそのストリートファイトしてるような街とか食って結局さ大衆文化だから、そもそもはハイクラスとしての食文化と大衆食文化ってまたちょっと分断されてて、うんうんうん、その大衆食文化の中でも結局ユニバーサルコンテンツ化していくと、うん、その元々あったコアエッセンスというかさ、うんうん、エスニックな要素とかってスポイルされていくんだよね、はい、やっぱりその天ぷらにせよさ、はい、なんかわかんない寿司にせよ、はい、ラーメンにせよ、はい、だからそこなんだろうね、はい、だ結局その寿司だって海外で流行った理由ってカリフォルニアロールがあったから寿司は流行ったわけです。あれ偉大だよね、カリフォルニアロールなんて日本人じゃできないもん、ね、できないですわけですよね。だ結局そのなんかアボガドとエビ巻いちゃってなんかこうもうケイジャンかけちゃってみたいなのって絶対日本ではありえない、うん、タブーでしょ、タブー中のタブー、そういうどこ行ったんだよ、ね、そうそう、禁忌中の禁忌なわけじゃないですか、うん、でもその寿司を辛くしちゃったっていう新しいクリエイティブな発想が、うん、でも結びついて、それこそそれはあれ創造的破壊だと思うんですけど、うん、いいフィーリングじゃんって、はい、これはこれでありだよねってなったわけだよね、はい、そのコンテンツを自由にこういじくっていいんだよっていうその緩さがあったから結局そのそこの文化として根付いてカルチャーができてっていう流れだと思うので、そうだよね、だ今回も僕たちはその日本の魅力を再定義してで海外まで目指していくってなった時にやるべきは絞ったコンセプトでやるのではなくて
今みんながあえて間口は広めに、はい、そしてかつ緩めな縛りの中で、はいはい、それぞれが各々がどういうプレゼンテーションしてくるかという部分に楽しみ見出してほしいなってこと、ね、はい、あ、このやり方できたんだみたいな再発見だったり、はい、再定義だったりそれを感じにいくっていうか、はい、そこに面白みがあるかなっていうことか、はい、そして2年3年やっていく中で僕たちの知名度が上がってきたときにとうとう大御所動いたかっていうのもありえると思うんですよね、うん、例えばですけどもそれこそ和のもう和食といえばここみたいなところが2年目3年目に入ってきたときにある種そこって こっちのフィールドにこう引きずり込んだわけです。例えば変な話したらナダマンジャパ飯始めましたみたいな看板掲げて、はいはい、ナダマンが、はい、なんつうの新陳代謝に挑戦みたいな。そうですね、はい、でそういうのをやったときに周りの企業とかの見方も変わってくると思うんですよね、うん、あそこがとうとうこんな動きしたんだこれはちょっと見るしかないなっていうふうに僕たちがその集まってくるのは挑戦者が新しい挑戦をする場ですよっていう空間作りができれば、うん、周りからすればそこに飛び込んでいくイコールあそこ若いねとかあ挑戦する気持ちがあるんだよねっていうところをアピールする場になると思うんですよね。なので新しいものを見せれる場っていうのも作っていくためにこう1年目からそういう、まあ、流れを作っているのはあるので、うん、文化としてはそういう文化を作りつつ日本の魅力をっていう。そうか、はい、じゃあまあその退屈で予定調和じゃない新しい刺激挑戦、はい、ファイトっていうスタイルの中にそれぞれがインスパイアされる部分があったらいいなと、はい、そうですね。だから領域もいろいろあるわけで、ねはい、もう一回整理すると音楽食音楽食格闘技これプロレスです、うん、で MC バトルファッションショー、子供向けのヒーローショーあとアイドルアニメであとは DJ、DJ、はい、ああそこまで入れてんだ、はい、なるほどね。じゃあこの9つのエリアがそのファイトっていうイベントの中で、はい、会場の中でそれぞれこういろいろあって楽しめるみたいな、そうですね、はい、どっちかというとこう日付ごとに変わっていくイメージですかね。この日はこの日、この日って感じですね、はい、それだってやるの運営大変だよね。だって設備それぞれの日ごとに違うわけじゃん、はい、違いますね。どうすんじゃいこれみたいな、はい、なので散々いろんなそういう大型フェスを仕掛けてきた人たちがみんな頭抱えましたね。マジでやんのみたいな。なるほどね、はい、なのでマジでやんのっていう。あ、そうか。で結構だってね運営スタッフ実はかなり有名なイベントやってる裏方そのまま使ってんだよね、はい、使ってます、はい、だから高いっていう話もあるんだろうけど、はい、その人たちが、はい、これちょっとどうすんですかね。いやいやこれ100日本初ですとやったことないっすみたいな、はい、100これやりきったら伝説になりますっていうのを言ってもらってるんですけど、はいはい、やっぱ、はい、ここってやっぱ僕たちも当たり前ですけど気をつけなきゃいけないなって思うのが素人の考えだからって言って素人の座組だけでいいかって言うとそこは違うじゃないですか。まあね、ちゃんと安定したプロを入れないとね、はい、ちゃんとそれを実現できるプロがいる上で、うん、その上で新しい、まあ、その化学反応が起こるだけのそのケミストリーが起きるだけの新しいアイデアを出す人間が僕だったというだけの話で、うん、全部が素人だけでやってしまうとこれは崩壊してしまうのであくまでその熟練のプロたちを集めた上でプラスオンしていくっていうファイトクラブがさ、はい、ステージ設営とかって笑っちゃうね。いやいやいやもうお前これこっちだろ。いやいやいや途中でこうなんか、ね、屋根降ってきたみたいなのが事件事故、はい、大問題になっちゃうので、うんはい、なのでもう名だたるチームが入ってますね。例えばステージだったらそのテレビ朝日のもうミュージックステーションをそのまま作ってるようなところが入ってたりとかステージの運営周りだったら先ほどお話も出てたウルトラ、うん、ウルトラをそのままずっと回してるそのステージの演出周りの人が丸々同じく入ってきてたりとかチームがドーン、はい、でその食の部分に関しては、ずっとその食フェス10万人20万人一番多い時は年間100万人集めるような食のフェスを年間として何個も、まあ、プロデュースしてるところが入ってたりとか、ね、彼らもさそれぞれじゃプロじゃんウルトラなんて、はい、例えばでもそういう人たちが、はい、こんなの見たこと聞いたことありませんなんでしょ、はい、運営者も運営チーム全体も、はいどうなるか分かんない、はい、そうですね、はい、そこ見るだけで楽しそうだよね、はい、なので彼らにとってもある種もう予定調和になってきたんですね、うん、もう業界のトップと言われてしまってすごいでかい仕事をやって誰もが知ってるイベントを仕掛けるような側になってきてちょっと予定調和になってきた時にここ数年感じたことがないそのヒリヒリ感みたいなものを多分彼らも感じてくれてて、ね、だったらこれは新しい取り組みとして一個新しい上のステージが見れるかもしれな い彼らの運営ノウハウの中だけでも処理しきれない、はい、オーバーフローしちゃうような領域があるわけでね、はい、そうですね。どうすんだこれみたいな、はい、転換間に合うのか時間みたいな、はい、例えばそういうのって多分現場であると思うんだけど、はい、なんかねそこも面白いよね、はい、だから多分これ聞いて見に行く人はそこのなんかヒリヒリ感がちょっと滲んじゃってるところも含めて、はい、あの薄ろ洗いを浮かべながら見ると楽しいのかなと思うんですけど、まあ、でもなんか良くも悪くも今回ほらもうなんつうのかな最初の1回目って最初の1回目じゃない、はい、2回目以降と絶対違うと思うのね、はい、まあ、多分2回目3回目もしくはあるいはそれ以降やるとしても、はい、なんか今回のが礎になると思うのよ、はい、消せない礎、はい、まあ、ほらなんつうのかなウッドストックとかもそうだけどサフェスとかって言ったら、うんうんうん、まあねそのフジロックフジフルジロックもそうだけど1回目とかさその最初に立ち会ってる人って貴重だと思うんだよね、うんうん、今は言ったようにさどんなロックミュージシャンもどんなロックフェスもどんなイベントも回を重ねていくことにやっぱりこう
文化ができちゃうからしょうがないと思うんで、それってある種のパラドックスみたいなもので、自己矛盾を自分が生んじゃってるってだけだと思うのね。分かんない、ファイトもいずれそうなっちゃうかもしれんが、まあそうならないと思うが、なんかこう良くも悪くも1回目は絶対に消せない、かそこの価値もあるのかなと思うんですけど、どうですか。そうですね、やっぱ僕自身もやっぱりこう自分もいろんなイベント行ってくる中で、ほとんどのイベントがやっぱりこう途中から入ってきたイベントだから、感動っていう意味で言った時、いろんな僕もフェスを行った時とかに、すでに楽しいと、すでに楽しいし、また毎年行きたいなと思うけど、1回目から見てる人たちがずっと来続けてる、いやもうその長年のファンと一緒に育ってきた人たちからすると、やっぱこう見えてる世界が全く違うんだろうなって思うし、本当の内輪だよね、はい、コミュニティやってる側だったら分かるじゃん、はい、最初からいたやつと途中から完成ある程度仕切っちゃったとこから来る人違うもんね。はい、そうですね、共有できてるこう情報というかね、はい、なのでこうある種こんな、しかもバカげたやつがやる企画で本当にここから先どうなるか分かんないっていうものの1回目を見れるっていうのが、例えば僕が同じ立場そんなやつがいたら、僕だったら間違いなくやっぱ見に行くと思うんですよね、なぜかってやっぱビジネスマンとしても見たいし、一個のある種その夢追い人としての挑戦としても見たいし、見届けたいよね、はい、立ち会いたいよねその場にね、はい、何かが本当に変わるかもしれない、もちろん変わらない可能性もあるけども、大いに変わる可能性を十分に残している中で、どんな結末が待ってるのかっていうのはやっぱ現場で見に行きたいなって思うし、そういうのを見せたいなとやっぱ思ってるんですよね。なるほどね、どこまでやれるか自分を試したいのってね、はい、その心境だよね、はい、で多分それをどこまでやれるか試している人を見届けたいんだよね、俺たちは、ね、はい、オーディエンス側はね、なんかせっかくこんだけのことやるんだったら、なんか自分たちでやって自分たちで自己消化して終わりましたってすごいもったいないじゃないですか。オナニーだもんね、はい、それじゃね。だったらこんだけのことをやってるものを公開していきたいし、いろんな人に見てもらいたいし、言えることは全部言えた方が、結果それを追随する人がもし仮にいるんだったら参考になるかもしれないし、全くフェスっていう同じ業界じゃなくても、自分が何かその業界に対して一石投じてやるぜっていう人からすれば、間違いなく参考になる部分ってあると思うんですね、そういった後を追っていく人たちにとっての何か一個の、まあ、その奇跡というかを見せたいなと思ってますね、なんかそうだよね、そのだって多分歴史上こういうフェスの主催者がこんなビデオを撮ってね喋ってることなんて今までなかったと思うし、はいはい、なんかもうこの話ここまで聞いちゃった時点で半分みんなも当事者じゃん、ね、はい、あそういう思いでやってんだみたいなね、なんかその時点でそのフェスをの運営側をある部分共有できて一緒に臨めるすごいチャンスだなと思う、だからそんな機会を作ってくれたこと本当に俺は感謝してるし、なんつうので、ね、決して楽じゃないと思うのよ、まずそのお金かかるし、集客だってね、大変でしょ、はい、なんつうの、もうこう出来上がっちゃったフェスじゃないからさ、はい、定評が定まってないので、そうですね、評価が、はい、だからみんなも測りかねてる部分あると思うのよ、はい、でまあここまで聞いちゃった皆さんは必ずこのイベントに来ること、なので、これ参加できるんだよね普通に、はい、チケットとか売ってるんですか。チケット売ってます。どうやったらこう参加できるかちょっと教えてもらっていいですか。はい、まずそのホームページからですね、まあ、公式のオフィシャルチケットっていうのを今販売しているので、オフィシャルチケットを購入していただければ、そのまあ毎日違うエンターテインメントをやるっていうのをやってますけど、ライブステージを見ることができるっていうのは1個あります。チケッティングサービスとしてはどこを使ってるの。ヤフー。そうですね、ヤフーも使ってますし、ここからピアであったりとか、e プラスであったりとかっていうのも出てはくるんですが、ちょっとでも場合によってはせっかくこのビデオを見てもらってるのであれば、なんかそのこの原田さんの関係者っていうことで、まあ、その一般のチケットとはもっと全然違うような特別 なんか招待チケットみたいなのは作ってもいいかなと今勝手に今思ってます。おまあ、なんかみんな、まあ、いいから買いなよまあでもそれもありがたい、なんか提案だったらまたそれも反映したいなと思うんですけど、はい、まあ、チケットがあるのでそこで買ってくださいと、はい、どうやって調べればいいですか。まずそのファイトお台場っていう形で検索していただければホームページが出てくるので、オフィシャルが出てくる、はい、でオフィシャルのホームページ上から調べていただければと思います。でファイトは英語でもカタカナでもどっちももう出てきます。ファイトスペースお台場ですね。ファイトスペースお台場で検索、はいはい、であとはそうだな、なんかその個人的にこのビデオね、別に何のために撮ったわけでもないのよ、はい、特に一緒に仕事してるわけじゃないじゃん。そうですね、利害関係はなくて、はい、ただ彼の活動っていうのがその勇気になるなと、俺自身もさ昔やったことがあるからね、もっと規模だいぶちっちゃいけど、誰もやったことないところに臨む人ってやっぱ好きで、なんかそこに和歌山さんが行ってくれたっていうのは俺の中ではすごく嬉しかった、だからその取り組みを単純にみんなに知ってもらいたいなと思ったんですよ。でこのファイトまだね、その企画構想でかいし動くものも大きいんだけども、まだまだ本当に産声すら上がってないよな、なんかへそも絡まって今窒息し仕掛けてるような状態なのところもあるから、はい、ぜひねこのビデオを見て、和歌山さんの、ね、取り組みに共感した、面白そう、勇気もらった応援したいって思う人は、この動画をシェアしてください、はい、ね、あのソーシャルメディアの時代なので彼は今ファイトしてるから、はい、で俺もそのね彼の挑戦する気持ちに勇気をもらって、
じゃあ俺もちょっとファイトしようと思って今日ここにね、うん、やってきたのよ、うん、実は昨日夜中にね、はい、ちょっとオッケー、お前の活動を紹介したいから、はい、明日行くからっつって勝手に来たんですけど、はい、今日そしたらちゃんとビデオが用意してあってありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。だからなんかそのねもう輪をつないでいくしかないんだよ、うん、だって大人の出来上がっちゃった媒体は出来上がっちゃったルートに大人たちの政治で広告出すとかそういうことで集客する、うん、でも我々はそれができない。なんかこういう都市空間でね、やっている、しかもプロじゃない人がやっているっていうところなんで、うん、なんかこの話を聞いた皆様はその立ち会い人としてね、責任を感じていただいて、ね、超偉そうだけどなんかその当事者として、うん、その一部になってほしいなと思うので、うん、ぜひね、この活動のことをシェアしてもらえたらいいなと思います。まあなんか多分 このビデオってどう、こういうのいっぱいあるの、なんか割とちゃんと語ったビデオってこれって割と初ですね、初だよね、はい、なのでもしよかったらまあそのファイトお台場のことを、記事に、ね、書いてもらうとか投稿してもらうでもいいし、この動画を、ね、シェアしてもらうっていう形でもいいと思うんですけども、ぜひね彼の挑戦に力を貸してあげてください。よろしくお願いします。あとは何かありますか？そうですね、そのまあ1回目のイベントっていうことで、うん、多分もうこれを聞いた人はそんなイベント初めてあるんだっていうのを知ったと思うんですけど、実はしっかりとやることはやっていて、うん、まあ、これからその電車広告っていうことで臨海線に、まあ広告やれることは全てやるんだよね、出てきたりとか CM も流したりとか番組と連動してっていうことで、テレビ番組の露出だったりとかラジオとか、あとその渋谷の大型ビジョンみたいなものにバーンって出る機会も増えてくると思うので、ある種これってこう一個の何ですかね、こう何かをこう仕掛ける側というか流行らせる側の感覚に近いと思うんですよね。まだ有名になる前の段階から知っててこれおすすめだよって言っておすすめしといて、でかくなった時にそういうこうなんか流行先取りできる人とかっているじゃないですか。1になる前のここだよね、はい、ストリートライブやってたり、はい、っていうここら辺で見てる人ってやっぱ特別じゃん、はい、なんかあの頃から知ってんだぜ、売れる前から知ってんだぜみたいな、ね、あいつ客いない時から俺たちは応援してたぜみたいなそういうその何ですか、こう育成シミュレーションゲームみたいなものも楽しんでもらえたらいいんじゃないかなとは思ってます、はい、うん、あとはクラウドファンディングもまだやってるんでしょうか。やってます、うん、はい、同時にクラウドファンディングもどこプラットフォームはマクワケ、キャンプファイヤーです、ね、キャンプファイヤーか、はい、となんか結構ガチでやってます、はい、全面協力ってことで協賛みたいな感じでやってんだよね、はい、うん、でやっててファイトクラブじゃなくてファイトってイベントの、はい、まあ、クラウドファンディング特設ページがあると、はい、でそこをやると結構面白い特典があってね、まあ、T シャツとかっていうのもあるし、はい、けど、まあ、このイベントの裏側全部公開しますって後日終わった後に、はい、後日談イベントみたいなのをやるとか、はい、そうですね、はい、でなんかそのこのイベント自体の運営に興味ある人にもこうメリットあるっていうとあれだけど、うん、楽しめそうな特典のあるクラウドファンディングもやってるんで、はい、ぜひそっちも見てほしいなと思います、はい、確かに、まあ、一個原さんの今これ見てらっしゃる方だともうそれは今ビジネスやってたりとか実業の方もいらっしゃってると思うんですが、実はそのイベントの最終日8月26日なんですけども、うん、そこの、まあ、最終日に関係者が集まる、まあ、アフターパーティーっていうのを近くのホテルで貸し切ってやるんですけども、うん、そこに参加できる権利みたいなのもクラウドファンディングで実は枚数限定してるんですけども用意してるので、そこは完全な思いは大人の社交場ですよね。変な話、その運営クルーズ全員いいんでしょ、はい、います。でお疲れやるんでしょ、はいはい、最高じゃん。最高です、はい、なのでそこで結構そここそさフェスの真骨頂だよね、はい、なのでそういうのが実は見れるし参加できるしっていう権利もあったりはするので、うん、まあ、それなんか一個こう単純にビジネスの場としても面白いかなと思います ね、はい、ね、変な話ね、自分が足で稼いできた人脈が全部そこに集ってるわけだもんね、はいはい、ごめんね、残念ながらその日行けないの。イビザ島でセミナーやんなきゃいけなくて、日本にいないの、ごめんなさい。なんかこんなこと言っといて、行けよお前って感じなんだけど、はい、行けないんです、すみません。10日間もあるんで、その日のどっかでちょっと待って、はいはい。なるほど。OK。じゃあそんな感じだと思うんだけど、何かありますか、最後に。じゃあメッセージということでお願いします。はい、まあ、今回ですね、8月17日から26日の10日間、日本で初めての、お台場でですね、まあ日本のありとあらゆるエンターテインメントを楽しむことができるイベントファイトっていうことを開催するにあたってですね、うん、まあ、正直こうやっぱりなんて言えばいいんですかね、もともと僕自身プロじゃないし、何かに大きいことをずっと挑戦し続けたわけでもないし、どちらかというとかなりチキンで安定をビビリでかなり安定を求めるし、映像でも喋りましたけどもう原さんに毎回こう不安ですってこう言ってるような感じのスタートだったんですけど、じゃあなんでこのイベントやるのっていうと、やっぱり1個きっかけとしてあったらやっぱ原田さんのライブワークコンベンションっていう、あれ何年前ですか、2014年だ、4年前だよね。そうですね、だから僕が独立したタイミングで原田さんが突然こうライブメジャーデビューしてライブをやった、でアマゾンで1位を取ったっていう話があった時に、僕はやっぱすごくこう感動したんですよね。まあ、何に感動したかっていうと、自分のやってる本業とは全く違うもので1個世の中に自分の存在をねじ込む
っていう活動を見た時に、うん、あ本当に原さんはその、ね、何者でもなれるっていうのをずっと推してますけど、うん、本当にこの人は何者でもなっちゃうんだなって思ったし、その何者にでもなれるっていう感覚を見た時に自分もあそういうふうに何者でもなれるっていうことを挑戦してみたいし、僕自身も何者にでもなれるんだっていうことを言える人間になれたらなんかいいなっていうのを、独立した最初のまだ全然稼げてないし、うんうんうん、明日の飯食うどうしようみたいな思ってたタイミングで思ったんですよね、うん、やっぱりライブワークコンベンションに参加させてもらって、うん、なので4年間経ってきてようやくその挑戦できるスタートラインであったりとかその権利っていうのを得たので、うん、試合に上がるってことが決まった、そうです、リングに上がることがあって、そこでタイトルに挑戦することができる、うん、チャレンジャーの立場まで来れたので、まだ何者でもないけどね、はい、はい、なのでもしよかったらこの戦いっていうのを、よかったら観客席で、よかったらリングサイドで、よかったらセコンドとして見てもらって、一緒にそれをこう共有することができた時にまた面白い活動をする人たちが増えてきたりとかするし、そういう人たちを今度また僕自身が応援できるような影響力と力をこれから身につけていきたいなと思ってるので、はい、ぜひこの意味わかんない活動をですね、あの見ていただいて参加していただいて、よかったら支援いただければなと思います。そうだよね、はい、まあ、今回はね、あの選手じゃないかもしれないけど、はい、このファイトを、まあね、同伴者としてセコンドとして、はい、あるいは応援観客として見ることによって、はい、次はみんなのリングに上がるステージに立つ、はい、ファイターになるときに、はい、ね、今回のイベントっていうのは決して無駄にならないというか、ね、はい、一個の経験として役に立ってくるだろう、はい、なるほどね、貴重な時間で貴重な話だったと思います、はい、そしてなんだろう、まあ、ここまで見てくれた人ね、感じることきっとあったと思います。繰り返しになりますが、ファイトお台場で検索、そしてよかったらこのビデオを、ぜひシェア、はい、あるいはコメント投稿などしていただけると幸いです、ということで、じゃあ和歌山さん、今日はお時間ありがとうございました。ありがとうございました。